どうも、朝でーす。はい、なんかちょっと雨がパラパラっと本当細かい雨がちょっと降ってきたような感じなんですけど、今名古屋のね港区に向かってます。まあもう今41号走ってるんですけど、このままもうまっすぐ行っちゃおうかと思ってます。とりあえず今なんていうんですか、盆明けの仕事って感じなんですけど、前も言ってたじゃないですか、あの ABS の部屋のなんかね、なんか修理があるとかあって、あれなんですけど、その ABS の線をこう抜いといたら、その何センサーの誤作動みたいなやつはないんじゃないかみたいな感じで、その、まあ、確かに線抜いとけば誤作動大きいんやろうなって感じなんですけど、あの線抜くとなんかすげえブレーキのタッチが変わるっていうか、これってなんかやっぱブレーキとその ABS のそのなんかセンサーとなんか関係あるのか、普通にブレーキはブレーキで普通に効くんじゃないかと思ってたんで、なんかこうちょっと外して走ってみたんですけど、なんかね後ろのブレーキの台車のブレーキのかかりがなんかね、なんか変な感じするんですよ。遅いっていうか、ヘッドがブレーキを効いとるのに台車がまだブレーキが効かずになんかグッと押されるって感じがなんかあって、で、なんていうんですか、グーッと引き出したらいきなりカツンと効くっていうか、なんかそんな感覚があって、もうこれめちゃくちゃ走りづれえなと思って、確かにあのなんか変な誤作動のそのセンサーのたまにつくんですけど、パネルにそいつがなくなるにはなくなるんですけど、その繋いでないんでなくなるんですけど、これめちゃくちゃ走りづらいなと思って、もうやっぱり今繋いじゃってますね。でそのセンサーの誤作動がピッてなんかついた時に、あのそうやってブレーキをグーって踏むとそれが解除になるっていう、あの技をもう身につけてるんで、あのそのセンサーのなんか誤作動が起きてついた時にはブレーキを踏むと治るっていうのがもう分かったんで、なんでそれでもうちょっとの間クリアしようと思って、外してるとそのつかなくて別にいいんですけど、まあ本当に走りづらい、本人ブレーキのなんかタッチが変わるのかってぐらいなんかブレーキの感覚がおかしくて、車でこれだとこれ積んでたらちょっとすげえ走りづれえだろうなと思ってやめました。もう横からすげえロードスターがでぐらい急で走ってきた。初心者マーク貼ってますけどすげえ急で走ってきました。危ねえぜ、そんな飛ばすと。でて僕も初心者マークでつけてたね、車買ったばっかの頃は多分あんなような運転してましたけどね全然あんなような感じで多分もっとぶっ飛ばしとったんじゃないですかね、怖さをまだ知らなんだからね。危ない危ないっすよ。おっと今カオスカニが飛んでいきましたってな感じで、とりあえずあのこのまままっすぐね、まあ渋滞もどっかで噛むと思うんですけど、まあそのまま突っ込んでいこうっていう感じですね。今日はとりあえず港区へ向かっていきます。ある程度混みがひどくなる前には結構こっちの方まで来れてるんで、まあ順調な感じで来てる感じですね。出る時間をもうちょっとあれかなーなんて思ってたんですけど、まあやっぱいいぐらいの時間に動いてる感じですね。朝のねこの時間をこんな感じで走れればもう全然十分じゃないですかね。今7時前ですけどね、6時45分ぐらいです。はい、とりあえず今ここは清水口の交差点のところですね。
そこまで来たんですけど、まあ何かナビはバグってずっと高速乗ってますね。この辺走ると本当なんかナビってこの高速走るよね。すぐ高速走るよね本当に。さっきからずっと折り口で降りろ降りろ言ってるんですけどね、降りずにずっと走ってますわ。またひげを剃ってないな。お、お父さん走れ走れ。信号が点滅しよるんやけど、すげえなんか最初ちょこっと走っただけでもうダメやに、歩いて待っとるやん。ねえ、やべえ間に合わんぜみたいな感じだったけど、もう走るのエロになってまったやな。あと20キロほどですけど、まあここからちょっとね車増えてくるんで、まあ時間的にはちょっとねかかると思いますけど、まあぼちぼちね走っていきたいと思います。てか信号長っ、信号長いなここ。すげえ渋滞にはまる前には本当来れましたね。なかなかいい時間配分で走れましたね。あともう7キロほどで目的地に着きます。実はねさっきから現場の手前にみんなこう止めて受付行くんですけど、そこがもういっぱいで全然止めれずにもう2周してます。もうぐるぐると2周しております。もう中入っとってもくれてもいいんじゃねえかなって思いながら行ったら、まだねまあこんな時間ちょっと空けたんで、もういい加減空いてるでしょうということで今ちょっと向かってます。ちょっと空いててほしいよね。いくらももう空いててほしいよね。さすがに 3周目はもう嫌だな。なんかもうなんかちょっと強引にでも止めたらって思うんですけど、ちょっと強引に止めるスペースもないという驚き桃の木ですよ本当に。デレ古いな、言うことが古すぎる。驚き桃の木や。じゃそんなことはいいんですけど、ちゃんと止めたいんですけど僕は。なんかおかしいな、でも受付の時間をもっと早くできるんですけどね、受付の時間からちょっと経ってから行ったんですけど空いてなかったんですよね。空いてないっていうか空いてなかったんですよね。なんであんなにいっぱいになってたんだろうと思いながら、あ、多分行けそうですね。もう中入って積み込みしてる車もいるから行けそうな気がしますね。てな感じでねちょっと行ってきたいと思いますね。結構台数来とるかな今日は。よし。うるせえか。うるせえだ。今積み上がりですね。暑いわ、もうちょっと動くだけで本当暑いわ。ボルゴからスカニアからおるやんこっち右か。とりあえず無事に積み上がりで、さあここからね走っていくんですけど、今日は何だったかな、あれ何買ったんや、なんか昼ご飯買ってるんですよ。何買ったか早い忘れてあった。何買ったんやったっけ、まあ、何かしらなんか買って、あの冷蔵庫入れてあるんで。そいつ食べ、どっかでねそいつも食べようかななんて思ってます。今日はまだ時間早いので、あのもう下道でゆっくり行こうと思います。しかしあれでしたね、今日のリフトマンさんはすごい綺麗に積んでくれる人でしたね。めっちゃなんかピシッと積んでくれてありがたかったですね。あんだけ綺麗に積んでもらえるとやっぱ助かりますね。なんかたまにね、中にあのなんかガタガタになってまったり、なんかこう向きが斜めにこういってどんどん行ってまったり、そういうのも中にはあるんですけど、今日のリフトマンさんはもうピシッとまっすぐに綺麗に積んでくれましたね。まあそう細かいことね、あの向きがちょっとどうやこうやなんていうあれの感じでもないので、別にスペース的に余裕があるので
まあそれはそれで普通に積んでっちゃいますけどこだわって積む人からするとすげえなんかなんじゃこの積み方みたいな感じで思う人もいるかもわかんないですけどね、まあ、僕比較的まあ、積めれば OK みたいな感じなんでビシッと積んでもらえると気持ちいいですけどね、やっぱね。でもまあそれをねちょっとずれとるからって、まあそれ積んどる感じでちょっとこれは不具合あるなって時はもちろんもうすみませんちょっと やり直してもらっていいですかねみたいな感じで言いますけど、でも比較的何もない別に走っててこれは問題ないなって感じの時はもうそのまま積んじゃいますけどね。僕はもう結構積みでもこだわりある人とかはここに合わせんと嫌だとか、ああいうね外に合わせんと走りなんか嫌な気持ち悪いみたいな、そういう人もいるとは思いますけどね。僕も最初の頃そうやったかな、この外のラインとかなら外のラインに走りとあっとらんという、いやもうなんか嫌だって感じだったんですけど、なんかだんだんなんかそういうのも、まあ、そこに時間かける必要もなげには大丈夫かなみたいな、まあ、少々ずれとってもそのね向きがずれとっても、まあ、ちゃんと詰めるんならそれはそれでいいかみたいな、まあ、そんな風になりましたね。結局ねそのこだわってそれを言うとたまにねリフトマンさんも嫌な顔する人いるんですよ、なんじゃよみたいな。でもその頃はやっぱりね僕もなんじゃよじゃねえさみたいな感じで思うじゃないですか、いやまっすぐ積んでくれよみたいな感じで思うんで、なんかそれで結局なんか結局仕事もやりづらくなるんですよね。そういうなんかなんじゃうるせえなみたいなね、リフトマンさんからすりゃうるせえなこいつはみたいな感じやし、僕からするともうちょっと綺麗に積んでよみたいな感じでねやり取りするのも結構そういうのがあって、まあ問題なければもうそのまま積んでもいいかみたいな、そんな風になりましたね。最初やっぱ仕事覚えてなんかこう勢いよく仕事をしとる時なんかはやっぱ何でもピシッとやりたいみたいな感じがあって、もうそういうとこもねまっすぐピシッともう揃っとらな嫌だっていう感覚があったんで、最近はそこでなんか時間かけるよりもまあ積んで問題なければそのまま積んでもらって、ちょっとこれはあまりにも走っとってこれは不具合あるぞみたいな感じの積み方になるときはちょっとさすがにその時でもちょっとなんていうんですか、もう柔らかく言いますね。やっぱり申し訳ないけどって言って、せっかく積んでもらって申し訳ないけどちょっとだけこうちょっとだけ直してもらっていいかなみたいな感じで、まあそれでも多分ね嫌な顔する人は嫌な顔しますからまあそんでもこっちもねその時に嫌な顔しずにもうすいませんすいませんつって、ちょっと気持ち悪いもんでつってそうやって言ってねやってもらいますね。まあ何事もなんかね揉めてなんか気分悪く仕事するよりもまあよくやった方がまあ一番いいかなって感じにどんどんなりましたから、ね、やっぱ仕事を覚えてちょっとなんかこうやりだすと なんか変なこだわりを持って仕事しだすじゃないですかね。仕事は本当何揉め事なくスムーズに気持ちよく仕事はやった方がいいです。そしたらてな感じでとりあえず何を喋っとったかあれやけど、何を急になんか語り出しとったのかわからんけどとりあえず向かっていきたいと思います。はい、とりあえず今道の駅へちょっと到着して、これからちょっとねご飯を食べようかなって思ってます。で今日はその何を買ったかというと三元豚のロースカツ丼、カツ丼買ってましたねはい、それを忘れてたというこのカツ丼、こいつを温めて食べたいと思います。はい、とりあえずこのエコフローこいつ使ってね温めていきたいと思いますが、今これ 84% 電気残ってるって感じですかね。でここの電源入れて、ここで今もうレンジ使える感じになってます。使いますね。そうするとここに今使ってる出力みたいのが出るような感じになってます。こんな感じでちょっとね温めていきたいと思います。これはもう僕にとってはかなり大切な電源でありますとりあえず今の残り 84% ここから温めでどのぐらい使うかでちょっとね見てみたいと思います。はい、じゃあちょっとね温めていきたいと思います。まあ、どのぐらいか分かんないんで適当にね回しておきます。これ今ね 700W に移動してあるんですけど、今使ってるのはだいたい500
600ぐらいかな、出るときこんな感じで動いてます。もうあと 83% になりましたね。レンジはやっぱ結構ね使うと思います。まあ、とりあえずこんな感じで温めていきます。まあ、あとちょっとあそこに味噌汁入ってるんで、ちょっと味噌汁もね今日飲もうかなと思って、味噌汁も作りたいと思います。じゃあ味噌汁はねいつも通りこのお椀で飲んでいこうと思いますが、綺麗かそこ問題で綺麗か、めちゃくちゃ綺麗とは言えんなまあいいでしょうまあいいでしょう。とりあえずケトルでお湯を沸かすんですけど、あのレンジとさすがにケトルを一緒だとちょっときついので、あのレンジがなかなか温まらないので、ちょっと別でね温めたいと思います。お湯はなんかもうちょっと温めてもいいな、もうちょっと温めますね。急に今外すげー雨降ってきた何これ、あんまりわからんか、あんまりわかんないですねこんで温まったかな、お、いい感じで温まってますね。で今レンジを7分ぐらいレンジ入れて 76% になってますね。で ここからちょっとねケトルで、はい、これでお湯沸かしていきたいと思います。じゃあちょっとね水を一応、本当に綺麗か大丈夫だよね、ちょっと多めぐらいでいいんで、あまり味噌汁濃いとあれなんで薄めがいいんですけど。で綺麗か、綺麗なはい、じゃあ 76% から今度ケトルをねちょっと装着して、これで湯を沸かしていきたいと思います。こんな感じですね。結構やっぱ600、これ600ワットなのかな、よくわかんないですけど、やっぱレンジとかお湯とかこう温める系は結構電気を使いますよね。もはや 75% ですね、あと残り。そんでも 75% ですかね残り。まあそれなりにねあの電気使いますけど、そんなすぐになくなっちゃうね感じではないです。とりあえずこれあのお湯温まるまで待ちで、もう先にねあのロースカツ丼食べていきましょう。あの前にこの味噌汁だけちょっと入れておきますか。こいつは普通にあの浅漬けです。このなんか普通にあのこういうインスタントの味噌汁でもめっちゃ美味しいですよね味噌汁って味噌汁ってなんか絶対美味しいですよね、外れないですよね味噌汁に。ゴミ袋だけ用意しとこうか。ゴミ袋そこに詰め込んどいたんでスッと出せますね。ね。そこら辺詰め込んどいたんでスッと出せます。あ、アルコールはもうちゃんとしてます。お、美味しそう。結構この丼物ってなんかスプーンとかで食べますけど、僕はもう全然箸でいいですね。スプーンとかじゃなくていいですね。てか箸の方がいいですね。スプーンなんか食いづらいですねいつも。お、はえ沸きましたね。はや、あっちあっちは箸突き刺すの行儀悪いですけどごめんなさい。はい、じゃあお湯沸きましたんでちょっとお湯入れていきたいと思います。
OK、 こっちはとりあえずね後で片付けますんでね、まずは食いましょう。ちょっとこの水が重たくてテーブルが斜めになっちゃう、危ない。ちょっとこっち置いとこう。はい、ということで本日のご飯はロースカツ丼、ロースカツ丼と味噌汁になります。これ漬物あったら最高やねんで残りが 71% ですね。そんな感じです。最初のどんだけやったかちょっと忘れちゃったけど、まあそんなには使ってないですね。まあ大体僕 50% 切ってきたなぐらいの時に充電するようにしてます。なのでまだいいですね、このままでも。はい、こんな感じで切っておきましょう。ではいただきます。う、熱っ。これ結構湯をさしっかり切れるまで温めるとかなり熱いですね。ちょっと熱すぎて飲めんぐらい熱いっすね、これは。熱い、熱いけどうまい。あっか、熱っ。あー、おいしい。味噌汁も最高やない。はあ、うまい。はい、食べ終わりました。ごちそうさまです。わあ、美味しかった。ではちょっと片付けていきたいと思います。なんかネギが飛んできたこれもっと水がいっぱい必要な時は白い粉で水を固めてそのまま燃えるゴミに捨てる粉があるんですけど、まあ、そいつを使ってねやるんですけど、まあ、こんなやつはこうやって湿らしたやつで拭いときゃいいんで、ちょっとアルコールのこういうシュッシュってやるスプレー買わないかんすね。アルコールのスプレーしとくと安心ですよね。前もコメントでそういやアルコール拭いとくと完璧ですよねなんて言ってあったんですけど、本当そうですね。アルコールをちょっと買った方がいいですね。はい、 OK ですね。こんな感じで綺麗になりました。あとはもう袋にね入れてしまってきます。まあ自分が使うやつなんでねまあこのぐらいで大丈夫でしょう。とりあえずこいつもこいつはね今ケトル使った、ちょっとこうつゆがついてるっていうか、なんていうんですかこれ、そいつだけ拭き取るような感じでいつもしまってますね。さすがになんかね水気が残ってる状態でそのまま放置はさすがにちょっと嫌やなと思って、いつも水分だけはこう拭き取って片付けるような感じにしてます。ほんと便利ですよねこういうのあるとね。やっぱこのご飯の時に味噌汁が飲めるっていうのは最高ですよね本当に最高ですね。 OK、 ほんで綺麗になりましたってな感じで、あとはもう片付けるだけで終わりです。じゃあとりあえずこのまままた走っていくような感じになるんですけど、ちょっと休憩してですねそれから走っていくような感じになります。はい、今現場の方に到着しまして、今日休憩してた時にねエンジン切って時間空けてたんで、その間にねこの冷蔵庫を動かしとくのにね、このエコフローを使ってたんですけど、その間結構長い時間ねこれだけ電気で動かしてたんで、多分ねもうちょっと充電がだいぶ少なくなってるはずなんで、
ちょっと一回このなんていうんですか、充電しとこうかなと思ってます。はい、今どんだけになっとるかなと思うんですけど、はい、39%、まあ、もう 50% 切ってるんで、とりあえず充電しようかなって感じですかね。充電はここを開いて、これですね、はい、ここにこれをね、あの刺す感じです。あらら、ここに刺します。そうするとこう今充電が開始されて、こっちのねインの方に今53って出てるんですけど、これが今充電してる、こっちから送られてきた電力のあれじゃないかなと思うんですけど、なんでこれシガーのソケットから充電してるんですけど、こいつは確かあの12ボルトで使えるソケットのやつなんで、12ボルトであのデコで変換したやつを12ボルトで充電してます。とりあえず普段このままね、エンジンかけてる間はこれで充電して、で冷蔵庫はエンジンかけてる間はあの普通に、こいつは24ボルトも12ボルトも使える冷蔵庫なんで、まあ、直接あの電源取ってあの使ってるような感じになってます。でエンジン切った時だけこのエコフローを使って、あの冷蔵庫はずっと動かしてるような状態にしてます。やっぱあのおかずとか入ってるんで、一応切って何時間かはああいうなんていうんですか、保冷効果みたいな、ずっとあの冷えた状態では中ではあるんですけど、まあ、やっぱりあのね、あのおかずとか入ってると、まあ、ジュースだけだったら結構ねあれだと思うんですけど、おかず入ってるとやっぱりちょっと傷むの怖いなと思うんで、冷蔵庫はずっと動かしてるような感じですね。で休憩中はそれで動かしてるんで、やっぱりあのこの充電はなるべくまめにこうするようにして、やっぱり 50% 切ったら充電して、その休憩の時のエンジン切っとる時のようにちょっとね、充電を蓄えておくっていうかね、電気を蓄えてるように、そんな感じでやってます。だから結構ねこの何エコフローがあるおかげでだいぶ助かってますけどね。まあレンジも使えるしね、ケトルも使えるし、ケトルって言うんだっけ、ケトルやない、ケトルも使えるし、まあ冷蔵庫こう使えるし、あとはねあのまあ、アイドリングストップだったりそんなようなところの扇風機使ったりするのも結構ね、あのこれで使ったり、まあ、そのエンジンかけてない時にあまりねバッテリーを使いたくないんですよね、なんとなく。まあそんな感じで、とりあえず今充電したんで、まあ明日の朝にはどうなってるかな、わかんないですけど、どのぐらい溜まってるか。とりあえずそんな感じで今日はもうこれからね、ちょっとあの甘いおやつでも食べて寝ようかなと思ってます違うか食うなっつうんやさな。とりあえずあの休憩したいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。見守りありがとうございました。バイバイ。